前回ゲットしたマイキー。マイキー、ミケランジェロ見て、超かっこいいでしょ。俺を気に入ってるマイキー。で、今回回してきたんだけれども、本当はね、ロボコップ。こっちのロボコップをね、回す予定だったんだけれども、なかったんだよね。さすがだわ、ロボコップ。このクオリティだから、400円のクオリティでも速攻なくなるっつうね。で、回した結果、俺の一番大好きな、パカリ。なんと来たさ、ラファエロー、ドゥルッドゥッドゥラフ。いや、これ来ちゃったね。俺、タートルズの中で一番好きだから、いや、ラフかっけえ、ラファエロー。じゃあ、早速ね、出そうか。ラファエロの武器はね、ダダン、サイ。サイっていうね、こういう武器なんだけど、見えるかな？ちょっとピンと合うかな。サイ。これがラファエロの武器。うわーすげーかっこいい。見てラフ、さすがラファエロ、超イケメン、めっちゃかっこいい。見てこの甲羅の傷もえぐられとる。甲羅えぐられてんだけど。いやーラファエロ嬉しいな、マジで超細かくない？これで200円だよ。めちゃめちゃいろんなポーズ取れんのに、こんなにペイント綺麗なのに、たった200円っつうね。うわー、ラファエロ武器もかっこいいね、サイ。サイも大好きなんだよね、ラファエロの武器。普段はね、甲羅の後ろのこの穴にサイをしまっておいて、戦う時にこれサッと取って、敵をぶっ倒すっつうね。いやー、ラファエロかっこいいわ。やっぱ最高。ハチマキの色もいいよね、赤っていうね。赤大好きだから。最高だ、ラフすげえいるし。マイキーも降臨。マイキーはね、明るいね。ははは。性格も明るいから肌の色も明るいんだね。でもラフはねクールだから、このクールな色見て、肌のクールな色、これもかっこいい。ラフ最高だわ。マイキー明るくね、マジ。マジ蛍光色だね、マイキーは。あとはレオナルドとドナテロのコンプだわ。いやー、これ第2弾出してほしいわ、ほんと。第2弾はさ、フロックスもいてほしいね。カエルバージョンもいるんだよ、こいつらの。こっちはカメじゃん。カエルバージョンもいて、ミュータンジェンっていうね、薬っていうか、スライム。スライムに動物が触れちゃうと、こうやってミューテーションして、こいつらカメがミューテーションして、こうなった人型になったんだけど、カエルバージョンもあるんだよね。カエルがミュータンジェンに触れて、人型になったっていう。あいつらも出してほしいね。いやー、すげー楽しい。いやー、すごくない？見て。200円だよ。200円でこのクオリティの高さ。素晴らしいわ。よっしゃ、ということで今回は、俺の大好きな、一番大好きな、ラファエロゲットね。いや、これはマジで嬉しいわ。まさか一撃でラフが来るとは。これ最高に乗ったしょ。で、次回はさ、レオナルド。レオナルドゲットしてからのドナテロと行こうぜ。いやー、いいね。ドナテロもすげー楽しみ。いやー、みんな個性的でいいよね。同じ亀なのに、すごい個性的。ははは。超可愛いな。じゃあ最後は、まだ二人しかいないけど、全員集合バージョン。